今回は皆さんにご報告がございます。急に動画の更新が途絶えたりとか、急に全部の SNS がストップしたりとかね、いろいろあったんですけど、ちょっとその理由を今回は説明しようかなと思います。サムネタイトルにあります通り、私が実は手術をしてまして、その影響でちょっとね、全く動けない日がありまして、投稿をストップさせていただいておりました。結構コメント欄とかでは、アメリカでの疲れが、みたいなコメントあったんですけど、アメリカでのあれとは全く関係なくて、アメリカはアメリカでちゃんと体調不良になって、日本に帰ってきたら帰ってきたで、そこでちゃんと体調不良になってるんで。そう、別々でなってる。別々でなってる。ただの苦しい人です。わかる。ちゃんと説明すると、うん、前から話してたズーカツさんが、ちょっと、尿が出しづらいみたいな、ね。そう、出しづらいっていう話を、以前も動画で話したことあったんですけど、うん、それの延長戦の結果。そう、結果です。なので、アメリカでも、その影響はあったかもしれないけど、うん、アメリカはアメリカで別で、それは別で、全く別で。さらに、別で体調崩してたんですけど、でもまあ、影響ゼロとは言えないかもしれないけど、うん、まあ、一応別ということで。別ということで。具体的にちょっと話をしていくんですけど、ちょっとね、かなり生々しい話、まあ、そこまでしないけど、苦手な方もいるかもしれないので、もしそういう方はここでやめといてください。あと、お食事中の方。お食事中の方はちょっとやめてください。まず、いつからか、俺もあんまり記憶ないんだけど、おしっこが少しずつ出づらくなってたんです。で、それが、まあ、原因がわからぬまま、去年の10月か9月くらいかな、病院に行き始めて、いろいろ検査したんです。ちっちゃいクリニックでは、わかりませんと。原因不明だみたいな。だから、大きい病院に招待状書くから、そもそも先天的なその遺伝子疾患がある可能性もあるし、うん、重大な病気を抱えてるかもしれないから、うん、その大きい病院で検査してくださいって言われて、うん、マジかってなって。うちからもう2時間以上かかるところ、でっかい病院に行って、検査したら何もわからなかったんですよ。MRI まで撮ったんだよ。CT スキャン、MRI、採血。これで一番辛い。苦手だよね、採血は。でもね、これは後から話すんですけど、もうね、克服しましたよ、確実に。うん、もうそれよりも辛いことがいっぱいあったから克服しましたよ。で、他にもいろいろ検査して、何もわかりませんって言われて、うん、割と絶望してたんですよ、その時。まあ、そうだよね。割と絶望してた。だって、原因不明。うん、そう。治せるかわからない、うん、何が起こるかわからないみたいな状態だったからね。なんか、ひどい時は、夜中寝れないみたいな。ずーっと尿意があって、で、常にトイレとお友達じゃないと寝れないみたいな。そういう感じだった。そういうところで、ふざけるのさすがに。うん、便器抱えてないと寝れないみたいな、うん。そういうタイミングがあったじゃんか、実際に。そうなんだけどさ、便器抱えるのはさ、こっちの時。長い時間、お手洗い行っても、うん、なかなか出なかったりとか、そうそう、眠気にそっちが勝っちゃうとかね。そう。で、それが本当に辛くて、うん、もうずっと長い間寝不足が続いてて、うん、最終、これ病院変えてみようかってなって、うん、ふと本当ひらめきみたいな感じで、うん。で、その時ちょうど運のいいことに、両親から車をまあ譲り受けたっていうか、車がうちについに届いたんですよ。割安で。かなりいい車を割安で。まあ今って言ってます。で、その車で、まあ、行ける範囲内のクリニックに行ってみようと思って、泌尿器科に行って、3回目くらいに、アメリカから帰ってきてすぐくらいに、分かったんですよ、原因が。病名が、尿道狭窄って言って、尿道が、こう、普段なってるんですけど、ここがキュッてこう、縮まっちゃってるみたいな。で、これが本当にちっちゃくて、尿道にこう、管を通して内視鏡で見るんですよ。ちょっと痛いのよ。ちょっとどころじゃないんでしょ。いや、最初のそれはちょっと、こんなんどれだからさ、あお医者さんからさ。再現しない。それはいい。出産の体制になりながらさ、お医者さんにさ、靴、オールパート履いてるんですね、と言われて、丸出しのまま、あ、そうなんです、これいいですよね、みたいな会話をして、検査したら。その話、必要だった。必要。リアルに全部お届けしなきゃいけないから。そしたら、もうこれ確定ですね、みたいな。うん、これ以外他にないです、みたいな。その先生が、ここだと、それの検査もできない、みたいな、うん。手術ができるかどうかの検査もここでできないから、別の病院に招待状書きます、うんで。そこは自分の母校の後輩がいるから、その後輩に検査してもらってください、みたいな、うん。それがまたうちから15分くらいのところにあるわけ。超近くて、奇跡の連鎖がまずそこで起きて。病院行って、検査をしてもらったんだけど、もうね、これがね、俺の中ではね、衝撃的な痛さで、どこが、こう、塞がってるか、をしっかり検査する必要があるんですね。うん、手術するから。それの検査のために、まあね、その尿道に、なんかワイヤーを通して、で、俺のその穴って本当にちっちゃいから、そのワイヤーに、もうね、通すときがマジで痛くて、うわー
たいな、もうやめましょうもう大丈夫、痛いみたいな。もう大丈夫ってそこさんだったじゃない。もう大丈夫って決めるの医者が。もう無理です、やめましょうやめましょう。赤犬に、あの、こうやって行くコビーみたいな感じに。いや、その。もうやめましょうその例え、うん、重さが違うから。ちゃんと検査できて、まあ、どこがっていうのも分かって、まあ、手術しましょうってなって、うん、だけどその手術日がすっごい後ろ倒しだったの。本当にそこの日から初診までが1ヶ月半以上空いてて、うん、問題はこの後。今までのは正直大丈夫だったのよ。検査をした直後からおしっこの手がもっと悪くなったの。トイレに1時間こもっても1滴しか出ないみたいな、うん、おしっこしたいのに。これがちょっと続いちゃって、ある日本当に出なくなった。出ないはさすがにまずい、お腹パンパンだから、うん、9時くらいかな、病院にすぐ電話して来てくださいって言って、うん、車で2人に行って即手術。お腹に穴開けてロープと、あの、管通して、お腹にぶさって穴開けて、で、管出して、で、管から尿を外に出すって、直接やるんだけど、その手術がまあ辛くて、病院中に響くんじゃないかぐらいの声で、ギャーって言ってたかもしれないけど。まあ、意外と、うん、静かとまではもちろん言えないけど、あの、うめき声だった。耐えたよ、でも。ここに穴開いてて、今、膀胱のちょとこだよね。恥骨の上ぐらいなところに開いてるんだけど、その前にもちろん麻酔はしてるんだけど、部分麻酔ね。部分麻酔。中は痛いんよ。重いものをズーンって当てられたみたいな感じで。私も病院一緒についてったんですけど、うん、病室からうめき声しか聞こえなくて、何が起きてるかわかんなくて、もう恐怖でしかなかった。マジで痛かった。手術自体はすごい短くって、本当に15分ぐらいでパッてやってくれて。入って15分で終わったことに、ね、ちょっと衝撃だった。俺もね、そうだ、まあ緊急ではあったの。俺も膀胱パンパンだったし、もう本当に苦しかったから、緊急でペペってやってくれたんだけど、うん、でもね、穴を刺して膀胱までピュッて通した瞬間に、わかるの、この辺、うわーっとおしっこが出てくるのが。人って不思議なんだよね。うーってなるんだよ。痛いよ、うーってなってるけど、うーってなる。これもうちょっとさ、重めな感じでお届けするのかと思いきや、私、そんな話。本当に個人的に一番辛かったのはその後なの。マジで動けない。ちょっとお腹に穴開けただけじゃん。言うならば。まあ、簡単に言えば、ね。簡単に言えば。本当ちっちゃい穴だと思うの。それで、マジで2日ぐらい動けない。手術ってすげえ重いんだって思って、その時に。え、これ、帝王切開やばくないかみたいな。でもさ、動けないじゃん。うん、頭でいろいろ考えることができるわけ、うん。だから、でも意識朦朧としながら、帝王切開したお母さんと、武士やべえって思って。切腹した侍、あいつらやべえぞみたいな。いや、こんな辛いことを自らやってるじゃんか。言うなればどちらも自らじゃんか。その2つに対するリスペクトがより高まった。まあ、元からね、俺はそういう人たちに対してリスペクトあったよ。まず子供を産むとか俺にはできないから。個人的にちょっとまたふざけた感じになっちゃうんだけど、ズーカツさん家帰ってきて、うん、もう本当に辛そうなんですよ、うん、で私もめっちゃ心配してて、うん、もうどうしたらいいか分かんなくて横に座ってるんですけど、うん、ズーカツさんもなんか俺は武士だって武士へのリスペクト通り越して自分が武士になってた。そうだから痛みを和らげてもうこらえるために武士なんだ。今刺されただけなんだ。ちょっと違う。なかなかそんなこと言ってる患者いないと思う。みんなもちろん辛いと思うし、うん、そこで武士へのリスペクトが上がる人もあんまりいない気がするし、気づいたら自分が武士になってる人は思っていないと思う。他のことが何も武士じゃないんだけど、本当の悲劇はここからなんだけど。かわいそくない？悲劇多すぎん？いやそうね、2日くらい全く動けなくて、うん、3日目4日目くらいからやっと少しずつ動けるかなってくらいになって、でもここに穴開いてるから座るのが辛いの。ここで伸縮するから、だから3日目4日目も結局ちゃんと座れてないんだよね。ご飯食べるのももうなんか若干座りつつ横になりながら食べさせてもらうみたいなのが何日か続いて、かなり良くなって、うん、すげえ急に良くなったみたいな。いや本当急なの良くなるのって。座ってご飯も食べれるし、なんか寝れる姿勢もちょっとずつ変えられるしって思ったら、ある日急になんか右足の付け根が信じられないくらい痛くなってきて、どうしようもできない痛さ。それこそ始まったの夜中だって。夜中急に夜中になんか電撃じゃないけどビーンって走るみたいな、うん、なんか神経痛だよね簡単に言うと、うん、
これに関してはもう耐えられない痛みだったんだけど、で、弟が長野県中野市で接骨院をやってますので、その弟に電話して、まあ、こうストレッチした方がいいよって言われて、まあ、その言われた風にストレッチしたら、まあ、ちょっと良くなったの。朝起きたら、もうなんか痛みなんかほぼなくなってたの、足に。意外と余裕だったなって思ってたら、その日の夜中また襲ってきて、夜中がマジで辛くて、朝方だよね、4時5時。本当に耐えられない痛さになっちゃって、うん、痛みで死ぬんじゃないかぐらいな感じになったわけ、俺的には。どの体勢でも痛いみたいになったら、なって、で、弟に電話したら起きててくれて、それは救急車だよ、みたいな、うん。言われたんだよね。そう、言われて。そう。人生で初めて救急車に電話して、うん、パニックなんですよ、私も。なんか何を言ったらいいかわからないみたいな。うん、消防ですか、救急ですかみたいな、うん。救急ですって言って、お名前は何ですかって言って、もう自分のを聞かれてるのか、数学さんのを答えたらいいのかわかんなくて。とりあえず、通学さんの名前を言います。それで、今電話してるのはご本人様ですか？あ、違います。私はまた全然名前の違う。何が起きてるんですか？痛いみたいです、みたいな。足の付け根が、みたいな顔、それ以上なんて説明したらいいかわかんないし。俺も初めて救急車乗ってさ、救急車って乗り心地あんま良くない。すげえゴトンゴトン揺れてさ、その揺れるたびに結構足痛かったね。こういうのって多分あるなと思うんだけど、病院着いたらよくなるんだよ。よくあるね。よくあるじゃんか。あの、救急車乗ってる時は本当に辛そうだったのに、着いたらちょっと顔ふってなって。そう、顔が良くなって。ちょっと良くなってきたのみたいな。そんなタイミングで、先生から、どこが痛いんですかみたいな、うん。この足の付け根なんですって言って見せたら、うん、2日連続押しまくってるから、青技になってる。そしたら先生が、青くなってますねとか言って、これが原因みたいな顔するから、いや、これはマッサージしすぎましたとか言って、ゴールなる前にもっと早く救急車呼んでくれって言われた。あ、俺らは大変すぎたんだ。俺はさ、なんか一般的になんかいろんなニュースとかでさ、うん、救急車すぐ呼びすぎるみたいな。よく聞いてたから、本当に救急じゃないと呼んじゃいけないと思ってた。振り返ると、俺結構救急だったなって思うんだよね。振り返るのね。振り返ると。いや、だから私も、それも見たことあるし、うん、その、すぐ呼びすぎちゃう。うん。でも、結局命に関わることだったりする可能性があるから、うん、すぐ呼びすぎてもいいですよっていうのも見たことあるんだけど、うん、でも、やっぱりいざ呼ぶとなると不安で、そう。本当に呼ぶほどのことなのか、で呼んで何か変わるのか、うん、全部が分からなすぎて、そう、俺のお腹を手術してくれた先生がちょっと早いんだけど来てくれて、状況をいろいろ説明して真剣に聞くやつくださいって言ったら、その薬だけになって、うんうん、まあ、今に至るんですけど、まあ、飲んでからはもうね、もう完全に良くなって、うん、足の痛みも徐々になくなっていって、うん、もう今ではもう薬飲まなくても大丈夫なくなったんだけど、うん、手術して、まあ、何も仕事できない期間があって、よしやるぞって救急車搬送だったんで、まあ、よりできない時間がこうね、長くなっちゃったみたいな感じです。通活さんが寝込んでるうちに、うん、じゃあ私が頑張って動画進めようって思ったんだけど、うん、寝たきりの人の面倒を見るって、意外と時間使うね。ああ、使うよ。自分が想像してたより、うん、やっぱり、家事全部やって、うん、これやってってなると、意外とその編集まで自分が至らなかった。まあメンタル的にもね。そうだね。いろんな人に迷惑をかけてしまったんで、申し訳ないんだけど、みんな、すっごい優しくて、うん、インスタの DM でもすっごい優しい言葉をたくさんいただいて、めっちゃ励まされたよね。そう、めっちゃ励まされた。ただ手術これで終わりじゃないんですよ。でっかいのが待ってるんだよね。そうだね。もしかしたらこの投稿するタイミングで手術してるかもしれないし、終わってるかもしれないし、まだ先かもしれない、まあ、まあ全然わかんないんだけど、でっかいのが待ってます。でそれがさっき言った尿道狭窄っていうちっちゃくなってるところ、それを解消する、うん、ちゃんと尿道がきれいに通るような手術なんですけど、それはね、もう入院します、うん、まあ2週間ぐらいかな、わかんないけど、それぐらい入院するんで、その時は多分動画はストップするかな、多分ね、多分、まあ、それはまた時期を見ながら皆さんに報告したいと思います。一応なんかこれで今の病院とまたさらに別の病院に行って、うん、その手術を受けなきゃいけなくて、うん、その手術もちょっとまだいつ受けられるかわからない状態なので、私たちもちょっとこの日とかってまだ言えないんですけど、うん、だからちょっといつお休みになるかわからないし、うん、ちょっとまた急に今回みたいに急遽お休みになったりとかする可能性があるので、
ので皆さんにはそれを知っていただいて、うん、これ話して思ったけど何個病院行ったの結局。本当だよね、一番最初のクリニックから含めてでこれから手術する病院も含めたら5個かな。5個か。5個も行って5個目でやっと解消する予定なので一応まあ治るものなんだよね。治るもの、この手術を受ければ治るものなので、うん、直接的にこう命に関わるものではないっていうのは、うん、そのインスタのストーリーでは書いたんですけど、うん、まあそれは相変わらず変わってなくて、うん、ズカツさんは特に命に別状はないというか多分大丈夫だと思う。はず 99% ぐらいないと思うけど、そう、なんかあの今まで急にね、あの、うん、違うところが痛くなったりとか、うん、いろいろ怖いことが起きてたのでまだ 100% という確信は持てないんですけど、まあでも一応その病気的には命には別状がないはずのものでありますし、普通に手術を受けれたら、うん、あの治るもののはずなの なのでいろいろまた進捗があったら皆さんに報告したいと思うんですけれども、うん、この期間の間は喋れるし、こんなに辛いことがあってもこんな感じなんで、まあ、笑ってあの見ていただければなと思います、うん、とにかくそうだね。本当にでもね、一番奇跡が起きたのはそれなのよ。クリニック変えたじゃんか、うん、そこの先生がまずその近くの病院の先生と先輩後輩だった、うん、その2人の教えた先生が、うん、この病院の日本ナンバーワンの権威だったんですよ、うん、その先生につなげてくれたっていう、うんうん、すごくない？ね、招待状の連鎖で結果的に日本ナンバーワンの治療が受けられるみたいなんで、より心配は少なくなってちゃんと原因も分かったし対処法も分かったっていう分かったところまでは来たので、うん、いや俺は嬉しいよ、うん、原因が分かったことが何より、うん、もう一番はこれ治す予定もね、まあ、少し先だけどもうだいぶ目年が経ってる。こんなようなチューブがあるんですけど、膀胱炉っていうんですけど、こういうのがあって作ってて、おしっこをこう無意識下でこう出てくるんですけど、いつの間にかおしっこ出てるから、こっちには見せられないんですけど、溜まってるかもしれないから。わかるって大体、ここからその手術までどれくらいかわからないんですけど、うん、その手術まではもちろん体に無理がないように、うん、私たちもちょっとゆっくりいつも以上にペースを落としてお仕事していきたいと思うので、うん、動画も不定期になるかもしれないですし、うん、ご了承いただければなと思います。手術終わってからもね、すぐにまあ元気もりもりみたいな感じじゃないだろうし、そう思うね、うん、多分しばらくは今まで通りっていうのはすぐにはできないと思うので、うん、皆さんまた温かく見守っていただけたらと思います、うん、励ましの言葉と優しい DM、 本当にありがたかった。あれめっちゃ励まされたね、うん、いろいろあったけどケースゲーなって思ったんだな。なんかずっと看病してくれたじゃんか、人間の限界みたいな状態の看病だったじゃんか、動けませんみたいな、何もできませんみたいな状況で看病してくれてたからありがたかったね。あれは医者ってすごいなっていう風に改めて実感しました、うん、ね。あとこれはまあ俺らにはできないって思ったことなんだけど、限界状態で動画を回すって無理だね。私たちは無理だね。あ、メンタル的にできないわ正直。やるとしたら私が映して、うん、ズーカツさんがなんかもう別に出るつもりじゃなくても、うん、っていうのはできたかもしれないんだけど、うん、私もちょっとやっぱり限界の状態のズーカツさんを撮影する気にはどうしてもなれなくて、あれってすごいね。 YouTuber でさ、そうやってる人いるじゃんか。いるいる。あ、生きてんなって思うよね。なんか、うん、自分でやってる人もいるじゃんか。いるいるいる。俺はできなかった。私もできなかった。頭がね、やっぱいかなかった。そこにやっぱね、 YouTuber なりきれてないね。一瞬言ったんだけど、うん、この動画の一部に出すみたいな、あ、はいはいはい、こういう状態だったんですみたいな、うん、おかしそうすぎてこれさ、ただ視聴者がさ、つらってなりそうだなって思って、だったらなんかもうちょっとこのね、まともに話せる状態で出した方が死んじゃうんじゃないかじゃないけど、そうね、感じだったから、うん、ちょっとそれは見てる方も辛くなっちゃう気がして、まあ、それはその一番辛い顔を見るのは私だけでいいかな。もう今はだから本当にもうほぼマックス状態、ご心配なくゲラゲラ笑います。そう、最初笑うのも痛かしら、ね、笑うの痛いからなるべく笑わない YouTube 動画を探すっていう、これがまた難しくてさ、 TikTok は笑わせてくんのよ。いやでも困るんですよ、私も笑うと痛いから、うん、面白いこと言わないでほしいって言われて、めちゃくちゃ気をつけてるんですよ。面白いこと言ったつもりないのに、なんかたまにズカツさんに笑われ
ちゃう。あれはひどい、でも、あれは笑わせて、いや、笑かしてくるようなものを、してないんだよ。用意した。いや、聞いてください。あの、座ってご飯が食べられるようになったタイミング、ちょっとまだしんどかったから、ご飯を、まあ、持ってきてくれた寝室まで、お盆がうちにないからさ、ね。そう、気づいちゃったんですよ。うちって今まで、キッチンからテーブルまで、あまりにも距離が短いから、そう、お盆なんて買ったことなかったし、お盆ない、いらないものだと思ってた。でも2階にこう熱々の何かを持ってくってなると、うん、お盆必要だなってなったんですよ。で、お盆ないなと思って、めっちゃ探して家中なんかこうお盆の代わりになるものないかなって思って、いい感じのがあったんですよ、うん、ちょうど良さそうなお盆の形をしてるものがあったんですよ。それがうちのレンジオーブンに使うこうプレートね、プレートというか台みたいな、それで持ってこられたんだけど、そのプレートってこう外枠があって真ん中ボコって上がってるんだよ。ちょびっとね、ちょびっとって言ってもね、そこにね物を押したらガタガタなるんだよ。そのボコボンってなってるところに熱々の陶器に入ったやつがボンと置いてて、すごいバランス悪い感じで持ってきて、もうそれ見たら笑い死にそうになって鉄板なんだよね。そう、鉄板、それを膝の上に置いて食べようとしたら陶器熱々だから、熱いのここに鉄板だから熱通しちゃって持つところは熱くないんだけど、膝に乗せたら熱い、熱い感じ、陶器も熱いから持てないし、そんな素早い動きできないし、耐えるかっつって優しさが裏目に出る。そんな感じで楽しくやってますので、ご心配なく、まあ、また手術になったら連絡しますので、頑張ってなって思っていただければと思います。またしばらく動画の出すタイミングとかは不定期になっちゃうんですけれども、うんうん、あたたたあたこういうとこだよ。皆さん温かく見守っていただけたらと思います。はい、呼んでます。